土志田八幡宮は東京都練馬区土志田にある神社。社殿によれば1192年の創始とされている。この地域は江戸時代には土志田村は上下二つの組に分かれており、下組には田原久康という地名があった。そのため江戸時代には田原久康の天神様として住民から親しまれてきた。これは社が天神やあるいは 天神社と呼ばれていたことに由来する。1874年土田村内にあった、八幡宮、神明社、稲荷社の三社を合祀し、北の神社と社名を改めた。1947年3月24日に、社名を現在の土田八幡宮とした。また、戦後の農地解放により、農地七端を失った。 土志田八万宮伊賀の松切り株1966年、ご神木である伊賀の松が切り株を残し伐採された。これは、篠塚伊賀守る時なりが戦勝を祈願して植えたものとされていたが、同年落雷により、倒木が危ぶまれたため伐採となった。土志田八万宮の南極井戸1911年、生産道入り口の井戸に、宮司の島吉武が南極から持ち帰った氷を入れた。 島吉武は、知らせ大意の南極体験隊に事務長として参加した。この井戸は南極井戸と呼ばれている。境内は主に社務所、三州殿、北井殿、上寿社と四つの抹車からなる。梅鉢の門がデザインされた石鳥居は、明治11年12月に建造されたもので、練馬区内の石鳥居に多い形のうちの一つである、明神型が当てはまる。境内の本殿は、 木造流れ作り、平殿、廃殿は木造入りも屋作りになっている。繁章は円通る3年のもので、社務所は昭和57年に新築された。経済社の灯籠には文化13年、明治15年作りのものがある。馬頭館世音。ありがとうございます。